勝ったら、はい、勝ったらというかもう5ポイントで今2ポイント、まあ、お決まりのね、これね、2ポイント対0ポイントだから、はい、勝ったら、5ポイントでいいですっていう、それやりません。じゃあ本番ということで、はい、行きましょう。本番、それではスタートです。はいはい、いますね、はい、うん、マジでこれちょっと緊張するねまあ100、まず 100m ダッシュからと、うんうん、練習で負けてるんだよね、ちょっと。あ、フライングが散った。1、2、3、ピョンだっけ。そうですね、はい、ちょっとパクを置かないと、フライング3回でアウトですね。あー、熱い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 。あー、負けてる。やっぱり俺こういう、あの、あっちゃっちゃっちゃ、この大事な中指がの爪が命の次に大事な。え、それが使えなくなるとどうなるんですか。今や。はい。じゃあ、それでは行かせていただきます。うまっ。いやでも角度が悪い。うん、今そうですね。俺こっちこれ苦手だな。あ、痛い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 。うわー、いいんじゃない。ユアスケいった。8m、僕は7m38なんで負けてますね。いやでもまだ分かんないよ。一番いった方ですもんね。もちろん。マジじゃん顔がマジじゃん顔がこのパーマのおっさんっこのパーマのおっさんマジな顔してたよ。痛い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 。とにかく、はい、マックスのスピードで45度。あ、それちょっと早かったですね。それでも、それでも9m いった。ワールドレコードいきましたね。すっ、おっしゃ、手が強固とかすごいっすね。見てこの顔、このほら見てこの顔、気持ちの悪い顔です。よし、勝った。痛い痛い痛い。でもう勝ちじゃないんじゃない。あ、であともう2勝番だ。そうですね。じゃとりあえずワールドレコードだし先輩が出したんで勝ちなんですけど、先輩の痛い痛いって言うな痛い痛いって言うなよな、痛い痛いって言うな。すごい、なんか硬い。今のすごかったっすよ、今のは。でもまあ9メートルいったんで、そうですね、ワールドレコード、ね、文句はないですね。うん、だって5メートル50で一応クリアですからね。これなんだっけ、ハードルっすね。いや俺ハードル苦手だな。うわー、やった、こけたこけたこけた、先輩こけた、やった、やった、ギャーン、こけなければ勝つぞ、こけなければ。いや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 スピードは全然申し分ないですね。もういったな。80m。いや、これいってるいってる。まあ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 。うわ、いった。やった。これ上に打ち上げちゃった。やった。ええ、でも結構いってるな。ええ、いってる、結構いってる。うわー、でも85m いきましたね。僕より勝ってる。あのなんか打ち上げちゃったのに。え、なんで？連打うまいですね、先輩。でも普段はね、やっぱりね、はい、鍛えてますんで。奥さんにですか。いや、まあ別の別の友達がいます。角度がちょっと低いんだ。ほら45ぐらいがいいですかね。いや、やばいやばいやばい。あ、どこに行くな。でも86、一応僕の勝ちですよ、一応。うわ、やっべ。1メートルぐらいの差ですけど。いや、でもこれどうだろうな、いいのかな。うん、悪くないと思うね。スピードも出てるし、あ、ダメか。ああ。よっしゃ、98m。これラストでしょ。これはラスト。だから98m を超えなければ、もうあなたはもう丸坊主ですね。
ちょっと待って、今のダメ、絶対ダメ、絶対ダメ。痛えって言えよ、痛え、痛えって言えよ、もう。よっしゃ、勝った。てってれーん。じゃあ、負けた。俺これ、ものすごいやったもん、ハイパーオリンピック。これ、うまいっすね、うまかったっすね。ずっとやってたもん、俺。じゃあ、最後 100m、うん、ワールドレコード目指してますよ。101m。あ、良さそう。あ、でも、スピードが遅い。あの、初めね、あのガチガチやらない方がいいんだよ、もう、やっぱり。ああ、惜しい。90、あと12センチ。いや、これはもう本当に、ね。あ、でも勝ちじゃん、俺。いや、歌わなくて、歌わなくてよかったわ、だ、としたら。いやいやいや、これはお互いでしょ。これ僕負けましたけど、うん、その前にもう歌うことは決まったよみたいなこと先輩言ったんで。富士、富士。じゃあですね、ファミコンが好きな藤田さんならではの、なんとデッキが、ゲーム機だというですね、よくわかんない状況でございます。プレステ2で再生しております。はい、行きましょう。じゃあ行きましょうかね。ポーズなし。あ、いた、行きました。ポッポポッポポ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 ポパパ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 パポッ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 はい、そういうわけでございましてね、私の唯一のヒット曲、ギロッポンを聴いていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで先輩ありがとうございました。僕のために。いやいやいや、もう本当にちょっとね、久しぶりにポッポポポ言ったんで、ちょっとこの辺のポッポ筋がちょっと痛いですけど、うん、でまあ一応僕もね、そうそう、なんかくれるんでしょ、いいもの。まあ一応負けたじゃないですか、最後ね。だからもうボロ負けですよ。まあまあ仕方ないですね。痛い痛いっつっても、痛い痛いって熱い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 、まあいいけど。まあだから何もらおうかな。いやいや、まあこの辺で一番いいものを用意してるんで。ありがとうございます。貴重なもの、貴重なファミコンソフトです、ね、いや、ソフトとは言ってないですよ、僕は。こちら、藤田 T シャツ。いらねえなー。一番先輩に多分 L サイズがいいと思うんで。いらねえなー。これ着ていくとこがないもん。いや、存分に営業に来てってください。やだよ。副賞としてデラベピも持ってっていいっすよ。嬉しそう。これもどうぞどうぞ。いや、でも先輩ありがとうございました。戦利品をいただきました。ありがとうございました。また呼んでください。これを機にぜひぜひまた、ぜひぜひ、あのプライベートでも、気が向いたら遊びに行きます。まあ、多分おそらく来ないと思います。ということで、スペシャルゲストねずみ先輩でした。ありがとうございました。ありがとうございました。やったー。ポッポこちらのトランスフォーマーコンボイだと、これをね、ティッシュは気になりますけど、これを視聴者の方にプレゼントしたいと思います。まあ、YouTube の方でね、チャンネル登録していただいて、コメントをいただいた方の中から1名様にプレゼントしたいと思います。ぜひぜひコメント待ってます。よろしくお願いします。